ハルトが無事でほんまによかったですわ。ここ最近初耳なことばっかりで、わしついていくのに必死ですわ。ただ尾道の秘密っちゅうのが何なのか、はよその正体を知りたいですわ。キリュウさん、連れ打ったのはかなりのくせ者だ。多分懲りずに次の手打ってくるはずだ。気抜かねえ方がいいよ。はい。それでは親分、今日は失礼します。キリュウの兄貴、今日はほんまにお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。いらっしゃい。気に入ったぞ。さあ行くか。ありがとうございました。時間食っちまった。不思議なもんすね。兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、やっぱり自分の息子だって思うと、なんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか。俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった達川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにもその顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも達川に誘われるままだったんす。あれは今思えば舛添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんすよね、きっと。でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬のおやすさん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭、その頃は達川もマジで家族だったんす。小さい所帯の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。はるかもお前と似たような生い立ちだ。ええ、
彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうの見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにそのはるかちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺は、はるかちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれた親父さんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日神室町へ行きます。ん？西洋会に乗り込んでローと話をつける。春人のことも俺のこともきっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限り、はるかちゃんもはるともずっとつけ狙われちまう。俺も同じことを考えてた。え？お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。そして奴がもしそいつを飲まねって言うなら、俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだ、ユータ。はい。兄貴、南雲の頭たちに心配かけたかありません。神室町へ行く前に一言知らせときましょう。お疲れ様です。うっす、お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラットどっか行っとるようで今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユータで神室町に行く。ハルトも一緒だ。神室町に？ああ、西洋会に話をつけにな。俺の実の父親ってのと縁を切りに行ってきますよ。自分の息子守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話っすけど。ほう、ほいじゃあわしも行きますけ。チートを待っとってつかさい。支度します。いや、今度は俺とユータの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？昨夜腰水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか？ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？何かあったのか？朝増添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉くろうて海に浮いとったらしいで。なんだと？西洋会に消されたっちゅうことですかいの。あいつも達川と同じように組織から抜けようとしとったんじゃけ。わからねえ。だが昨夜の半巡儀も銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じ奴かもしれないな。なんや、不気味じゃの。尾道も神室町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。あの、桐生の兄貴。ん？こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろ神室町に向かいませんか？俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。兄貴、もう神室町へ？
ああ、行こう。わかりました。行きましょう。ユータ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこでかくまってもらう。ええ。ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか。俺だとなんかまずいんすか。ハルカのことはガキの頃から知ってるんでな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうかキリュウ、お前はいいのかよ。俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護頼めるか。ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに。昨日東城会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきててな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た。前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。あいにく詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちのおやっさんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか。はあ。なあキリュウ、採用会となしつけるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。半準備に増す上どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか。ユータ。こいつはユータの。どうした、キリュウ。ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって、おい、まさかあいつ一人でアジア街に。わからねえ。だってさ、悪いがハルトを頼む。ああ、
2万。どうしたお師匠对吧。我来见我老子，如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我！现在的我，没酒就没法子跟老爹说话。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。もしもし。兄貴、南雲ですわ。そばに雄太おりますか。どうした。遺書が事務所に、雄太の遺書が事務所に置いてあったんじゃ。何。ゴミ箱に入っとったもんで気づかんかったんじゃ。兄貴、あいつ死ぬ気じゃ。牢と差し違えて坊ちゃんを守ろうとするんじゃ。後で電話する。Yeah!
Oh!
待て、その先には行くな。どうもここにいるんだな。ユータはどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。アナ、ユータはこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねんならな。ユータ、キリュウの兄貴。お前か、ロウ。俺もたくましくなったもんでしょう。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすればもうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよな。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの？舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た？だから言ったじゃないの、あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトの子供すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。兄貴まで俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだら
ハルトはどうなる？もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか？だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ！こんなとこでお前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれよ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。